Sure, there we go. Okay, tap screen.人間にしてはやるじゃないか。だが僕だって毎日鍛錬を欠かさずに続けているぞ。I know next to nothing about this. I played a little while back, but I wonder. I'm gonna start from Welcome to the Villain's World. Let's start from here and start this all over. Alright. No. I wanna go all the way back. Let's start this again.Let's start this again because I barely remember anything. Alright, let's go. Just wait for it to load. What's that noise?やべ、そろそろ人が来ちまうぞ。早いところ制服を。この負担、重たいんだぞ。こうなったら、奥の手だ。ふなー、それ。さてさて、お目当ての。いやー、お前、何でも起きてるんだ。誰がタヌキじゃ。俺様はグリム様なんだぞ。まい、そこの人間、俺様にその服をよこすんだぞ。さもなくば丸焼きだ。こいつ待つんだぞ。Really? Where am I? 俺様の鼻から逃げられると思ったか?にさ、丸焼きにされたくなかったら。でぞ、なんだ?紐ではありません。愛の鞭です。ああ、やっと見つけました。君。今年の新入生ですね。ダメじゃありませんか。勝手にゲートから出、それにまだ手なずけられていない使い魔の同伴は拘束。話せ。俺様はこんなやつと使い魔じゃねえんだぞ。はいはい、反抗的な使い魔はみんなそう言うんです。少し静かにしていましょうね。まったく、勝手に扉を開けて出てきてしまった新入生など前代未聞です。はあ、どれだけせっかちさんなんですか。さあさあ、とっくに入学式は始まっていますよ。鏡の前へ行きましょう。あなたが目覚めた、たくさんの扉が並んでいた部屋ですよ。この学園へ入学する生徒は全てあの扉をくぐってこの学園へやってくるのです。
通常特殊な鍵で扉を開くまで生徒は目覚めないはずなんですが。結局元凶はすべてこの使い魔のようですね。連れてきたのならちゃんと責任持って面倒を見なさい。おっと、長話をしている場合ではありませんでした。早くしないと入学式が終わってしまう。さあさあ行きますよ。意識がはっきりしてないんですか？空間転移魔法の影響で記憶が混乱してるんですかね？まあいいでしょう。よくあることです。では歩きながら説明して差し上げます。私優しいので。ナイトレイブンカレッジ。世界中から選ばれた類まれなる才能を持つ魔法師の卵が集まるツイステッドワンダーランド切手の名門魔法師養成学校です。そして私は理事長よりこの学園を預かる校長ディア・クローリーと申します。この学園に入学できるのは闇の鏡に優秀な魔法師の資質を認められた者のみ。選ばれし者は扉を使って世界中からこの学園へ呼び寄せられる。Oh, wow.I forgot how big this arc was when I first started to do this. あなたのところにも扉を乗せた黒い馬車が迎えに来たはずです。I do remember kind of crossing a dark forest. あの黒き馬車は闇の鏡が選んだ侵入生を迎えるためのもの。学園に通じる扉を運ぶ特別な馬車なのです。古来より特別な日のお迎えは馬車と相場が決まっているでしょ。Time Rotation where?式に行きますよ。Okay, ceremony breaking. I already did most of these. I just wanted to play through them again so I can remember.新入生たち、ハーツラビル寮では僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから、そのつもりで。うわ、やっと買ったレシピが終わった。さっさと寮に戻るぞ。サバナクローリはついても。
新入生の皆様、この度は入学おめでとうございます。皆さんが充実した学園生活を送れるよう。はい、Thank you for the follow, Lord Voltorox. Good to see you. I just don't think my alerts are working. オクタビネル寮寮長として精一杯サポートさせていただきますよ。はどこに行っちゃったのかしら。式の途中で飛び出して行っちゃったけど。職務放棄。腹でも痛めたんじゃないか。違いますよ。あ、来た。まったくもう新入生が一人足りないので探しに行っていたんです。両分けがまだなのは君だけですよ。たぬき君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前へ。何時の名を告げよ。何時の魂の形は。わからぬ。何ですって。この者からは魔力の波長が一切感じられない。色も形も一切の無である。よってどの寮にもふさわしくない。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。生徒選定の手違いなどこの100年ただの一度もなかったはず。一体なぜ。だったらその席お礼様に譲るんだぞ。あ、待ちなさい。このタヌキ。そこの人間と違って俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに俺様を学校に入れろ。魔法ならとびきりのを今見せてやるんだぞ。みんな捨てて。おお、おなあ、ちょ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 、尻に火が。このままでは学園が火の海です。誰かあのタヌキを捕まえてください。ちっ、かったりやな。あら、狩りはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。なんで俺、てめえがやれよ。グローリー先生、お任せください。痛い気な小動物をいたぶって捕獲するという皆さんが嫌がる役目、この僕が受けよう。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎ来ましたわ。なあ、誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。皆さん、私の話聞いてます？
ヌキ捕まえるくらいあんたがやりゃいいだろう先生I forgot to put this place 俺様がタヌキじゃねえって何度言わせるんだぞ偉大なる魔法師になる男グリムとは俺様のことだぞ威勢のいい小動物ですねリドルさんお願いできますか違反者は見逃せないからねさっさと済ませるとしようEnjoy your Zumba. Thank you though for the follow. Well, I hope you don't be careful and don't pull a muscle, okay? Heart の女王の法律第23条。祭典の場に猫を連れ込んではならない。猫である君の乱入は重大なルール違反だ。I do hope you have a good relaxing time, though. Oh my goodness, did Nightbot do that? I am so sorry. Nightbot, stop being so overly... Oh, okay, he used a little too many, emotes. I'm so sorry. Enjoy the stretch and the burn? Enjoy that dancing! No, it only stops the spamming because some people could use a little too many. I think 3 is fine, but if you go past 3, Nightbot automatically does it.
I currently don't have any mods. So, it's the automatic use of the Nightbot. その首輪を外すまで君は魔法を使えない、ただの猫同然さ。 Let's see if I can pull up my body and change that. So, I don't know. Nightbot streaming, Nightbot dashboards. Wait, it's spam protection, that's right. It's spam protection.No, I disabled that. I guess it just didn't... I disabled it, but not... Somehow it's still... Enabled, disabled. Okay, let's see. Let's see if we can... Okay. I just checked it, and strangely enough, I had it turned off for excessive... Because I have a friend that likes to hop on in...It's turned off, it says. Disabled. And we enable that again. Let's see. Let me see if I put any emotes in. Log into my account apparently. Thank you, Twitch, for somehow. How do you disconnect from this? Oh, well. Alright, let's see. The issues I have with my.I don't know why Nightbot did that. Dang, is that the right one? Oh well, I'll check this out later. I just don't know why.Try it now, see if you can do three. And thank you again for joining.心配しなくても君みたいなペット、こっちから願い下げだ。ま、学園からつまみ出される頃には外れてるよ。Sure if it counts if it's me. It's just so weird though. Oh well. Hopefully,
because I had it disabled and it seemed like it worked. It, when it's disabled, it bothers people without excessive emotes. I don't know how. Disable it again. Hopefully, it won't cause an issue again. But oh my goodness gracious, that's just sweet. Okay, back to the story. Yeah, 相変わらず素晴らしいですね。どんな魔法でも封じてしまうリドルさんのユニーク魔法。じゃなくて、僕なら絶対にかけられたくありません。どうにかしてください。あなたの使い魔でしょ。しっかりしつけを。え、あなたのじゃない。そうでしたっけ。うん、では学園街に放り出しておきましょう。鍋にしたりはしません。私優しいので。誰かお願いします。ギニャー、離すんだぞ。俺様は絶対大魔法師に。まあ少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。ん、そういえばディアソムニア寮寮長のドラコニア君の姿が見えないようですが。あいつがいないのはいつものことだろう。もしかして誰もシキのこと伝えてないのか。そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。でも俺あいつのことあんま知らないんだよな。ドラコニアってまさかあのマレウス・ドラコニア。この学校に通ってるってマジだったのかよ。怖え。もしやと思って来てみたが、マリウスは来ておらなんだか。また式典の知らせが届いていなかったと見える。I'm not sure if it's working. I just say, oh, it looks like it's working. No problem.
this. It was so fun because I had if it, I looked, it was already automatically. Hi, Retro Ren. But yeah, it had already been disabled. I guess I just had to go back in and re-enable and then disable again. A little bit of a weird thing. 申し訳ありません。決して仲間外れにしたわけじゃないんですよ。Thank you. All lurkers are welcome here, and I hope that whatever you all are doing, I hope you have a good time. どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよね。まあよい。ディアソムニア領のものはわしについてくるがいい。あやつ。拗ねていなければよいが。さて、大変残念なことですが、あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。Just in case anybody's wondering, I just went with the generic name that came up with when you first play this, which is you. I'm not sure if I'm pronouncing that right, but I have played this previously, but I can't remember it because I have some memory issues. So I'm replaying what parts that I have played in this life through. We'll be catching up soon, hopefully, to the part that I'm at.魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。心配はいりません。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。さあ扉の中、強く故郷のことを念じて。闇の鏡よ、この者をあるべき場所へ導きたまえ。もう一度。闇の鏡よ、この者を。どこにもない。え、この者のあるべき場所はこの世界のどこにもない。無である。なんですって、そんなことありえない。ああもう今日はありえないのオンパレードです。私が学園長になってからこんなことは初めてで、どうしていいか。そもそもあなた、どこの国から来たんです。ことのない地名ですね。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。一度図書館で調べてみましょう。Okay, let's see. How far up did I get to Punishment Ducky? Okay, so just gotta keep going to catch up to the chapter 12. I just cannot barely remember anything. Okay. Yahari, no.
世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。あなた本当にそこから来たんですか？嘘をついてるんじゃないでしょうね。こうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。あなたここへ来る時に持っていたものなどは身分証明になるよ。魔導者免許証とか靴の片方とか見るからに手ぶらですけど。困りましたね。魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。しかし保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。私優しいので。そうだ、学園内に今は使われていない建物があります。昔寮として使われていた建物なので掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。そこであれしばらく宿として貸し出して差し上げましょう。その間にあなたが元いた場所に帰れる方法を探るのです。ああ、なんて優しいんでしょう。私教育者の鏡ですね。では善は急げです。寮へ向かいましょう。少し古いですが趣のある建物ですよ。そうでしょう、そうでしょう。さあ中へどうぞ。I'm doing well, Witcherman. How are you doing? ここであれば、
とりあえず雨風はしのげるはずです。私は調べ物に戻りますので適当に過ごしていてください。 Good. I'm glad you're vibing. Glad to see that. Oop. Okay. Yo. Okay, there we go. Yep. I was just wondering why my Twitch alerts aren't popping up, but oh well, I give up. I can't even get normal alerts on Streamlabs to pop up. しないように。ではが水鉄砲食らったみたいな間抜けな顔してるんだぞ。俺様の手にかかればもう一度学校に忍び込むことくらいちょろいちょろい。Sorry about that. I'm back. 俺様が入学を諦めると思ったら大間違いなんだぞ。単純な話なんだぞ。Isn't it obvious? 俺様が大魔法師になるべくして生を受けた天才だからなんだぞ。 Sorry, Farah, that you don't have a stream. Oof. いつか黒い馬車が迎えに来るのを俺様はずっとずっと待ってた。Yeah, I'm so sorry that you had a problem with the Wi-Fi issue. Well, if it helps, I have some past thoughts you can watch later if you want. But this one I'm gonna be also be saving, it's gonna be a bot later, too.I also updated on my, I later put, upload these to my YouTube.
from here because I don't have a long period of time where this stays up. But, oof, I hope that you don't... hope the music doesn't hurt your ears too badly. I'm at the Zumba. だから、俺様の方から来てやったってわけだ。俺様を入学させないなんてこの世界の損失だってのに人間どもは分かってねえんだぞ。冷たい。天井から雨漏りしてやがるんだぞ。また水が降ってきた。俺様のチャームポイントの耳の炎が消えちまう。Look, the ceiling's riddled with holes. こんな雨漏り、魔法でパパーッと直しちまえばいいんだぞ。って、お前魔法使えねえのか。プープー、使えねえやつだぞ。え、手伝いって。やなこった。俺様はちょっと雨宿りしてるだけのタモンスターなんだぞ。働きするのはごめんなんだぞ。If it hurt, just hurt some.騒ぎしてんだ。ここに住んでた奴らは俺たちを怖がってみんな出て行っちまった。俺たちずっと新しいゴースト仲間を探してたんだ。
法師グリム様はお化けなんか怖くないんだぞ。出たり消えたりするんじゃねえ。 You can't aim with your eyes closed. うるせえ、俺様に指図するんじゃねえんだぞ。Maybe the handmaid will enroll you get rid of him?俺様は天才なんだぞ。こんな奴ら一人でも。お前らたくさんいて卑怯だぞ。どこにいるか俺様に教えるんだぞ。There we go, now it's working. Okay, there we go. Just couldn't hear the music over everything. You left.She has a little pitchfork tail.
All right. I think I did better than I did last time when I did this originally. Okay, wait, it's a move and struggle.優しい私が夕食をお持ちしましたよ。ってそれは先ほど入学式で暴れたモンスター追い出したはずなのになぜここに俺様がお化け退治してやったんだぞ。感謝しろ。ん？どういうことです？そういえばこの寮にはいたずら好きのゴーストが住み着き、生徒たちが寄りつかなくなって。Oh yeah, you forgot the ghost problem until I came back here, and I almost get scared to death. 無人寮になっていたのを忘れていました。しかし、あなたたち二人で協力してゴーストたちを追い出してしまうとは。協力とは聞き捨てならねえんだぞ。そいつはほとんど見てただけだったし、俺様はツナ缶が欲しくてやっただけだし。ツナ缶もらってねえぞ。お二人さん、ゴースト退治もう一度見せてもらえます？でもゴーストは全部追い払っちまったんだぞ。それよりツナ缶ゴースト役は私がします。私に勝てたらツナ缶を差し上げましょう。私優しいので。では変身役をごっくん。嫌なんだぞ。めんどくせえし、またこいつと一緒になんて。これで最後なんだぞ。今度こそ絶対絶対ツナ缶よこすんだぞ。
さかモンスターを従わせることができる人がいるなんて。実は入学式騒動の時から私の教育者の勘が言っているんですよね。あなたには調教師や猛獣使い的な素質があるのではないかと。しかし、どう見てもこのか弱さは猛獣使いでも猛獣にパックとやれてしまうなんて感じしちゃう。なんですって？モンスターを？お前仕方ありませんね。いいでしょう。本当か？しかし闇の鏡に選ばれなかった。しかもモンスターの入学を許可するわけにはいきません。君についても元の世界へ戻るまでただ居候をさせるわけにはいかない。なんだ、ぬか喜びだぞ。まあ話は最後まで聞きなさい。あなたの魂を呼び寄せてしまったことに関しては闇の鏡を所有する学園にも責任の一端はある。とりあえず当面の宿についてはここを無料でご提供します。ですが、衣食については自分で支払っていただかねばなりません。手ぶらのあなたが差し出せるものといったらそうだ、こうしましょう。そんなに身構えなくても、学内整備などの雑用をこなしてもらうだけです。あなたは見たところ掃除の腕はなかなかのようですし、ひとまず二人一組で雑用係はいかがです？すれば特別に学内に滞在することを許可して差し上げます。元の世界に帰るための情報集めや学習のために図書館の利用も許可しましょう。私優しいので。仕事が終わってからですよ。そんなの嫌なんだぞ。俺様もあのかっけえ制服着て生徒になりたいんだぞ。不満ならば結構、また外に放り出すだけです。よろしい。では二人とも
明日からナイトレイブンカレッジの雑用係として励むように。Okay, we're catching up to where I was originally. It was the punishment donkey, so...Starting to remember some of the storyline. Okay, Collect a support card?学園の掃除をしないといけないじゃなかったっけ？あと5分。そんな風にいつまでもゴロゴロしてると永遠に起きられなくなっちまうよ。俺たちみたいにね。またゴーストなんだぞ。おいお前、起きろ。尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。Okay, I'm not sure about who goes first, because I got them. Oh, I forgot the element. I think that's chaos, but I could be wrong. Wait, over here, shouldn't it? Nope, nope, that's not gonna tell me. Wait, nope, okay, Yes. よろしいんですか？いいだろう。力になりますよ。まずは。Okay, that is void, not chaos, my bad. 見せてやろう。I forgot what's better than what could be better. Okay, so I guess it's plant.やりますね。If I remember right now. 贈り物を授けよう。ここから。どうしたんだ。あいよ。いただきます。任しとけ。わかった。There we go. これはこれは大健闘でしたね。お前たち、今日からここに住むんだって。いたずらしがいがあるってもんよ。いつか追い出してやるんだぞ。おはようございます、二人とも。よく眠れましたか？
ートに寝そべったら、そこが抜けてびっくりしたんだぞ。どんだけオンボロのまま放置してたんだ。朝もゴーストに起こされるし、最悪なんだぞ。You know what? Just once, I'm gonna do this. 異世界に飛ばされてきたというのに、ずぶとくて大変よろしい。さて、そんなわけで、本日のお仕事についてお話があります。今日のお仕事は学園内の清掃です。といっても学園内は広い。魔法なしで全てを掃除し終えることは無理でしょう。ですので、本日は正門から図書館までのメインストリートの清掃をお願いします。いいですか。昨日のような騒ぎを起こさないよう、グリム君をしっかり見張っていてくださいね。頼みましたよ。昼食は学食で取ることを許可します。では、しっかり業務に励むように。掃除なんてやってられねえんだぞ。俺様も魔法の授業でバーン、ダダダーンってかっけえ魔法を打ちまくりたいんだぞ。ブツブツ。Okay, Ursula, another scar. I can't. That's Jafar. And there's Maleficent. And then I can't see this person. I think that's Hades right there. And that's Ursula. And the Queen of Hearts.Or who's by me next to Maleficent? 昨日はよく見てなかったけど、この石像は誰だ？七つあるけど、なんかみんな怖い顔。このおばちゃんなんか特に偉そうなんだぞ。ハートの女王、知らねえの？ハートの女王、偉い人なのか。昔バラの迷宮に住んでた女王だよ。That was the Queen of Hearts. Okay. 規律を重んじる厳格な人柄で、トランプ兵の行進もバラの花の色も一切乱れを許さない。マッドな奴らばっかりの国なのに、誰もが彼女には絶対服従。なんでかって？規律違反は即打ち首だったから。好き。だって優しいだけの女王なんてみんな従わないだろ。確かにリーダーは強い方がいいんだぞ。っていうか、お前は誰だ。俺はエース、
今日からピカピカの1年生、どうぞよろしく。俺様はグリム、大魔法師になる予定の天才だぞ。こっちの冴えないのは俺様の子分なんだぞ。 Thanks, Grim。 珍しい響きの名前だな。なあなあ、エース、それじゃああっちの目に傷のあるライオンも有名なやつなのか？もちろん。これはサバンナを支配した百獣の王。生まれながらの王じゃなく、綿密に練った策で玉座を手に入れた努力家だ。王になった後、嫌われ者のハイエナも差別せず一緒に暮らそうって提案した。おお、身分っていうのにとらわれないやつはロックなんだぞ。手前のタコ足のおばさんは誰だ？深海の洞窟に住む海の魔女。不幸せな人魚たちを助けることを生きがいにしてた。お代さえ払えば変身願望から恋の悩みまで何でも解決してくれたらしい。彼女の手にかかれば叶わない願いはなかったらしいよ。まあお代はちょっと高かったって話だけど、何でも叶うってんなら当然だよね。つまり俺様も大魔法師になればリッチになれるってことか？じゃあこのでかい帽子のおじさんは？ That is Jafar。砂漠の国の魔術師。間抜けな王に仕えてた大臣で、王子と身分を偽って王女をたぶらかそうとしてたペテン師の正体を見破った切れ者。その後魔法のランプをゲットして世界一の魔術師にまでのし上がった。さらにはその力で王の座まで手に入れたんだって。ほほう、やっぱ魔法師には人を見る目も必要ってことだな。おお、こっちの人は美人だぞ。ま、that's gosh, I can't remember her. I don't know. I think they ever give her name. I think she was always just called the Evil Queen.世界一美しいと言われた女王。毎日魔法の鏡で世界の美人ランキングをチェックで、自分の順位が1位から落ちそうになったらどんな努力も惜しまずやったって話。世界一の美を保つことへの意識の高さっつうのは半端ないよね。あと毒薬作りの名手でもあったらしいぜ。綺麗だけどおっかねんだぞ。そう？譲れないこだわりがあるのはかっけえじゃん。確かに一本芯が通ってるのはかっけえな。頭が燃えてる男は、今見るからに怖いんだぞ。
just never knew if she... I wonder if does the Evil Queen really, really have a name? I'm gonna look it up one day. 死者の国の王。市民毛領がうごめく国を一人で治めてたっていうから超実力者なのは間違いない。怖い顔してるけど押し付けられた嫌な仕事も休まずこなす誠実なやつで、ケルベロスもヒドラもタイタン族も全部こいつの命令に従って戦ったんだってさ。ふむふむ、実力があるのに、怒らないってのは大事なことなんだぞ。最後にこの角が生えてるやつは？マレフィセント。魔の山に住む茨の魔女。高貴で優雅、そして魔法と呪いの腕はこの七人の中でもピカイチ。雷雲を操って嵐を起こしたり、国中を茨で覆い尽くしたり、とにかく魔法のスケールが超でかい。巨大なドラゴンにも変身できたんだってさ。おお、ドラゴン、全モンスターの憧れだぞ。クールだよな。どっかのタヌキと違って。Oh, oh you're gonna make Grim mad. クールだよな。どっかのタヌキと違って。He kinda make him so mad. もうこらえるの無理だ。昨日入学式で暴れてた奴らだろ。闇の鏡に呼ばれたのに魔法が使えない奴と、お呼びじゃないのに乱入してきたモンスター。いやー、入学式では笑いこらえるの必死だったわ。なな、失礼な奴なんだぞ。で、結局入学できずに二人して雑用係になったわけ。だっせしかもグレートセブンも知らないなんて、どんだけ世間知らずなんだよ。ナイトレイブンカレッジに来る前に幼稚園からやり直すのをおすすめするわ。This is definitely not an answer. ちょっとからかってやろうと思って声かけたけど、いろいろと予想を超えてたね。じゃあ、俺は君たちと違って授業あるんで、せいぜい掃除頑張ってね、お二人さーん。こいつ、言わせておけば、もう怒ったぞ。Uh-oh. おわった、あぶねえ、何すんだよ。俺様をバカにするからだ。その爆発頭をもっと爆発させてやるんだぞ。爆
爆発頭か。へえ、俺とやろうなんていい度胸じゃん。そっちこそ全身チリチリのトイプードルにしてやる。くねー、おっと危ない。それあ、いやいやいや、こいつ魔法でビュンビュン風を吹かせてくる。なんだ喧嘩。Hey. This little hole takes down a notch. そんなヘロヘロ火の玉当たるかっての。Oh boy. なんだと？覚悟するんだぞ。Oh no. I knew this was coming. Okay. すぐに積んでやるよ。お手柔らかにお願いします。So we leave. And we will not leave for, so about いいぜ。情けねえ。つらんざしなよ。行くんだぞ。せい。行くぜ。よろしいんですか。つまんないね。どうでしょう。ドローはなし。ソリかしこまりました。いいでしょう。力になります。感謝しなよ。せい。ほら。なんだ。悪くない。次も必ず僕を誘うだ。そんなん風で矛先を変えられば、そら！燃やされるやつがいるかっての。こら、何の騒ぎです。学園長、あいつ愛の鞭で縛ってくるんだぞ。逃げろ。行って。2日連続で行って。愛の鞭です。この私から逃げようなんて100年早いんですよ。はあ、
先ほど騒ぎを起こすなと言ったばかりのはずですが、しかもグレートセブンの石像を黒焦げにするなんて、よほど退学にさせられたいと見えます。それは勘弁。あなたもこれではグリム君を監督しているとは言えませんよ。Try to stop him. まったく。君、学年と名前は？ S トラッポラ、1年です。ではトラッポラ君、グリム君、そして君、3人には罰として窓拭き掃除100枚の刑を命じます。元はといえば、そいつが俺様たちをバカにしたからいけないんだぞ。前です。放課後大食堂に集合。いいですね。一日中掃除してもうクタクタなんだぞ。それなのにこれから窓拭き100枚だなんて。それにしてもあのエースってやつ遅いんだぞ。俺様を待たせるとはいい度胸だ。イライラ。いくらなんでも遅すぎるんだぞ。まさかあいつ逃げたんじゃないだろうな。罰を俺様たちだけに任せて逃げるなんて許さないんだぞ。行くぞコブン、エースを捕まえて窓掃除させてやるんだぞ。あら、エースはどこだ。隠し立てするとただじゃおかねえんだぞ。もう誰もいない。いいや、私がいるよ。絵が喋った。なんだい、喋る絵画なんかこの学校じゃ珍しくないだろ。あっちの壁の貴婦人もこっちの壁の紳士もみんなおしゃべりするよ。肖像画には口があるんだからおしゃべりもするってものさ。普通のことだろ。君の普通と私の普通は違う。個性は尊重し合ってこそだ。そうだろう。それで君たち誰かを探してるのかい？エースってや
つを探してるんだぞ。顔にハートが書いてあるモサモサ頭のやつ。ああ、知っているとも。今日から入ってきた新入生だね。少し前に寮へ戻っていったようだけど。にゃに、あの野郎、やっぱり逃げやがったんだぞ。どっちにいたかわかるか。寮への扉は東校舎の奥さ。おい、追いかけるんだぞ。 Let's go get him。 ダンバパパパドンパンパン。 And now we're at the current. Okay, current. Now we're at the story. Okay.100枚なんかやってられるかってな。さっさと帰って。こーらー、げ、見つかった。てめえ、待つんだぞ。一人だけ抜け駆けはさせねえんだぞ。待てって言われて待つわけないっしょ。お先、一人だけずるいんだぞ。俺様だってサボりたいんだぞ。ああ、どいたどいた。悪いやつだ。人を捕まえるには足を止める、いや縄で拘束する、それとも何でもいいからぶちかますんだぞ。早く。何でも何でも何、何でもいいから入れよ、重たいもの。おう、なんだこれ。見てみろ、エースのやつ、でっけえ釜の下敷きになってぺったんこになってるんだぞ。ダシーズン。まさか大釜が出るとは。ちょっとやりすぎたか。あいった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 。いいじゃんかよ、窓拭き100枚くらいパパッとやっといてくれたってさ。罰で窓拭き100枚って、一体君たちは何をやったんだ。今朝そこの毛玉とじゃれてたら、ハートの女王の像がちょっと焦げちゃっただけ。グレートセブンの石像に傷をつけたのか。それは怒られるに決まっ。せっかく名門校に入学できたっていうのに、初日から何をしてるんだか。うるせえな。つかお前誰。僕はデュース、デューススペード。クラスメイトの顔くらい覚えたらどうだ。お前も覚えてねえじゃん。とにかく学園長からの命令なら真面目に取り組むことだ。はいはい、わかりましたよっと。んじゃ、パパッと始めますか。あ、あ、毛玉がいない。レーン、あとはお前らに任せたんだぞ。バイバイ。あんやろ、俺を身代わりにしたな。あ、おい、
ジュースあ、ジュースじゃないデュースだデュお前にも責任あんだから、あの毛玉捕まえるの手伝えよ。なんで僕が。そっちの冴えない奴は魔法使えないから戦力外。行くぞ。 Thanks for the reminder. Come back here and just do the thing. Window sting you. Little stinker. でいると授業に遅れるぞ。さっさと教室に向かおう。Yeah, I'll do this later. Let me go back to the main storyline. Back to the main story. Then I can go back. Maybe next time I'll.
do some of the other side stuff. チョロチョロしやがって捕まえられるもんなら捕まえてみろーだぞ。 Oh, hi. Oh, you're going to sleep, Retrograde? I hope it's not too loud and you can sleep easily. 飛行魔法はまだ習っていないし。何か挟んだり、捕まえたりする。それから、何か、なんでマジカルペンこっちに向けてんの？お前を投げればいいんだ。 No, he doesn't send well. 冗談でしょ？うわぁ、浮かすな。俺のこと投げる気かよ。やめろ。 Lord, one of the windows are gonna break. I just have a feeling.Instead of this helping, it's gonna make it even worse. よく狙って。行くぞ。あ、おらせた。信じらんね。しまった。捕まえた後の着地のことを考えてなかった。まあ、バッカじゃねえの。クリムは捕まえたけど、シャンデリアぶっ壊したのが学園長に知れたら何ですってあ、学園長。あなたたちは一体何をしているんですか？ふにゃー、目が回るんだぞ。石像に傷をつけただけでは飽き足らず、シャンデリアまで破壊するなんて。もう許せません。全員即刻退学です。そんな、どうかそれだけはお許しください。俺はこの学校でやらなきゃいけない。バカな真似をした自分を恨むんですね。許していただけるなら弁償でも何でもします。シャンデリア、ただのシャンデリアではありません。魔法を動力源とし、永遠に尽きないろうそくに炎が灯る魔法のシャンデリア。伝説の魔法道具マイスターに作らせた一品です。学園設立当時からずっと大切に受け継がれてきたというのに。歴史的価値を考えれば10億マドルはくだらない品物ですよ。それを弁償できるとでも。10億マドルで、でもさ、先生の魔法でパパッと直せちゃったりとか。魔法は万能ではありません。しかも魔法道具の心臓とも呼べる魔法石が割れてしまった。魔法石に2つと同じものはない。もう二度とこの
シャンデリアに光が灯ることはないでしょう。そんな、何やってんだ俺は。母さんになんて。そう、一つだけ、一つだけシャンデリアを直す方法があるかもしれません。このシャンデリアに使われた魔法石はドワーフ鉱山で採掘されたもの。同じ性質を持つ魔法石が手に入れば修理も可能かもしれません。僕、魔法石を取りに行きます。行かせてください。ですが、鉱山に魔法石が残っている確証はありません。してしばらく経ちますし、魔法石が全て掘り尽くされてしまっている可能性も高い。退学を撤回してもらえるなら何でもします。いいでしょう。では一晩だけ待って差し上げます。明日の朝までに魔法石を持って帰ってこられなければ君たちは退学です。はい、ありがとうございます。ああ、しゃあね。じゃあパパッと行って魔法石を持って帰ってきますか。ドワーフ鉱山までは鏡の間のゲートを利用すればすぐに到着できるでしょう。なんだ、俺様は一体何を。ああ、なんでこんなことになっちゃったかな。ついてなさすぎ。They just clean the windows with us。ブツブツ言ってる時間はない。行くぞ。闇の鏡よ、僕たちをドワーフ鉱山へ導きたまえ。To be continued. All right. Take lessons and reach player rank 2. So that do lessons and so on. Get to start and get to rank 2. I might have to stop it at there because it looks like they're about to do maintenance on the game too. So, thank you for everybody that came and joined us today. I truly am enjoying this. I'm definitely going to have this. I'm gonna definitely have the bot go over to YouTube, okay? And then when it. Then when, wait, again, Thursdays, I think my stick to being are Twisted Wonderland days. So, expect to see this again on next Thursday, okay? And I'm just going to raid somebody else's channel. And start getting a raid, let's see. Oh wait, that's loud. I don't think anybody wants to read. Raid. I guess playing Minecraft might not be too loud. Start raid. There we go. Okay. Take care, everybody. We're gonna be
raping Captain Sparkles, yes, I follow him, so, right now. See you guys later. See you next Thursday.